はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第50回ですね、サービスコンセプトというテーマの講義をしていきたいと思います。サービスコンセプトっていうのは簡単に言ったら何かっていうと、誰に何を提供してどういう状態になってほしいのかということですよね。顧客がいますと、でサービスの提供があると、でサービス前とサービス後、サービスを受けたことによって何らかの顧客に変化があるはずなんですよね。何の変化ももたらさないんだったら顧客はこのサービスを受ける必要がないわけなので、そのサービスを受けることによって顧客はどういう、風になっててほしいのか、その時に誰にサービスを提供したいのかということですよね。ビジネスっていうのは本当に恋愛と全く同じで、恋愛がすごく得意な人っていうのは絶対ビジネスは得意だと思うんですよね。もう全く一緒なんですよね。誰とお付き合いしたいんですか、誰と結婚したいんですか、でその人とどういう、ね、人生を作っていきたいんですかっていうのと、このビジネスっていうのは基本的に一緒なんですよね。だから、ね、自分はこういう人とお付き合いしたい、こんな人と結婚したいっていうのは必ず恋愛であればやるわけですけど、それもビジネスでも同じことをやりましょうということなんですよね。自分は誰でもいいと、もうとにかく付き合いさえすればどんな人でもいいと、ね、年齢関係ありませんと、ね、どんな状態の誰でも必ず、ね、自分は付き合いますし結婚もしたいですって言ったら絶対誰とも付き合えないわけですよね。でも実際普通の人は、ね、自分が好きになる人っていうのはいるわけですよね。まあ、例えば男性であれば女性、まあ、普通は男性であれば異性である女性を好きになって、ね、例えば自分より年上がいいのか同じぐらいの年代の人がいいのか年下の方がいいのかですよね。でその人の、ね、例えば外見っていうのは、ね、自分より身長が高い人がいいのか同じぐらいの人がいいのか、もしくは、ね、自分より身長が低い人の方がいいのか、もしくは色白の人がいいのか、黄色人種みたいなね、典型的な黄色人種の人がいいのか、それとも少し色黒めの人がいいのかとかね、体型は痩せ型がいいのか、普通の人がいいのか、少しふっくらしてる人がいいのかとかね、性格は厳しい人がいいのか、優しい人の方がいいのかとかね、そういったことって必ず恋愛であれば、ね、やっぱ考えると思うんですよね。でその人と結婚したい、結婚したくない、その人と付き合いたい、付き合いたくないって言った時に、もう理想的な人っていうのは、自分にとっては理想的な人っていうのは、例えば自分よりは年下で身長も自分より少し低くて、ね、色白で、まあ、顔立ちが可愛いとかで綺麗で、ね、で 年収でだいたいこれぐらい持っててほしいなとかね、貯金でこれぐらい持っててくれた方がいいなとかね、もしくは仕事とか趣味とかの何らかの価値観が合う方がいいなとかね、何らか必ずあるはずなんですよ。それはビジネスでも同じで、あなたが実際サービスを提供するってなった時に、じゃあ誰とお付き合いしたいんですかということなんですよね。でそれで私がお付き合いしたいお客さんはこういう人ですというのがはっきりあったら、じゃあその人にサービスを受けてもらって、自分のサービスを通じてこの顧客に何らかのサービス後にこう変化っていうのをもたらすということなんですよね。でそれをはっきりさせましょうということなんです。だからうまくいかないビジネスっていうのはね、私は何でもやります、誰にでも何でもやりますみたいな人っていうのは絶対うまくいってないんですよね。それは私は誰とでも付き合います、誰とでも結婚しますって言ってるのと一緒なので、ね、大したサービスできないんですよね。男性と女性向け、男性向けと女性向けだったら当然サービスは変わってくるでしょうし、年上の方と年下の方相手だったら当然サービスが変わってくるわけですよね。だから、ね、そういうね、こうな、私は何でも嫌です、便利屋ですっていう人たちっていうのは、ね、もう絶対うまくいってないわけですよ。もうそういう人たちっていうのはビジネスを提供する側がもう不安なんですよね。だからもう目先の、ね、どんなちっちゃな仕事、どんな、ね、些細な仕事でも全部欲しい、ね、でどんなお客さんでも全部欲しいというなんかね、そういうこうなんか自分の不安が何でもやります、誰にでも何でもやりますで、ね、私は便利屋ですっていうようなことをやるわけですけど、それだと絶対うまくいかないんですよ。誰にとっても特別な存在にはなりえないわけですよね。誰にとっても特別な存在にはなりえないわけです。でも私はね、こういうね、もう明確にこういう人の
ね、お役に立ちたいんですということがはっきりすればするだけ、この人から見るとすごく特別なサービスが受けられるわけですよね。まさに私のためのサービスだというふうに思ってもらうことができるわけです。だから結果的にすごくこう熱い、ね、あの支持というか応援というかね、ファンというのを、ね、作っていくことができるわけです。だからいかに、ね、こう広げられるかじゃなくて、いかにこう絞れるかなんですよね。もう自分が一番得意に、ね、極論のそのサービスというのは、サービスというのは恋愛と一緒で、誰を幸せに導きたいかということなんですよね。誰を自分は幸せに導きたいのか、こういう人をこういうふうに導きたいというのをはっきりさせるということがすごく大事で、まあ、これもビジネスの基本中の基本であり、恋愛であれば誰でも必ずやることなんですけど、ビジネスでも同じことをやりましょうということになるわけです、はい、そして誰に何を提供してどのような状態になってほしいかということで、誰にですよね、理想の顧客を明確に明確にしていくということです。自分が、ね、あちょっとここ書かなかったですけど、自分が相手にしたい理想の相手っていうのは男性なのか女性なのか、もうそれで全然変わってきますよね。自分の理想としたい相手は、ね、いや男性も女性も両方ですってなると、大したサービスはできないわけですよ、ね、結果的には男性女性両方が受ける場合はありますけど、でも、ね、自分のとしてはお付き合いしたい相手っていうのははっきりと考えておく必要はあるわけです。自分は男性を中心にサービスをしたい、もしくは自分は女性を中心にサービスをしたい、結局そういう打ち出し方をずっとしていて、ね、たまたま寮生来てもらうってことはあるかもしれません。半々で来るかもしれないし、ね、3対1で来るかもしれないし、ね、5対1で来るかもしれないわけですけど、でも自分としては一番、ね、理想の顧客の相手っていうのは、ね、男性ですとか、いやもしくは女性ですというのをこうはっきりさせるということですよね。もしくは年齢は、ね、自分より年上なのか同じぐらいなのか年下なのか、年齢の幅としては大体どれぐらいの幅まで許容できるのかということですよね。一般的に言われているのは自分の年齢プラスマイナス15っていうふうに言われています。それを超えるともうね、ちょっとこう共感することが不可能に近いっていうふうに言われているんですよね。だから例えば私だったら年齢が41なので、まあ、この考え方でいけば56歳の方から、ね、26歳の方ですかねが、まあ、相手と理解する、もしくは相手と共感するこう限界値みたいなことをこう一般的には言われています。もしこれを外れたテーマをやるっていうことであれば、もう万人に共通するテーマをやるしかないんですよね。心とかお金とかね、まあ、そういったね、もうね、あの生まれた赤ちゃんから死ぬまでの全員に共通する、ね、大きなテーマをやるしかないですよね。もうその心とか、ね、お金みたいな、もう誰でも絶対必ず興味関心が高いテーマであれば外すってこともできるかもしれませんけど、一般的にビジネスの原則としては自分の年齢プラスマイナス15がもう限界です。でこれはかなり広すぎると思うんですよね。実際は、ね、26の方と56の方が同じ場所にいて一つの同じサービスを受けるとだいぶ価値観が違うので、実際これは広すぎると思うんですけど、これはもう限界値だということですよね。これより狭ければ狭いだけ、もう例えば私は41歳の方にしかサービスをしませんとかっていうのであればすごいこう、まあ、鮮明ということになります、まあ、それでもね、私が今41歳で41歳ってなったら日本全国に今約200万人ぐらいいるわけですから、もうそれでも全然ビジネスとしては成立するわけですよね。何も1億2700万人全員に、ね、あのサービスを受けてもらわなくてもビジネスっていうのは基本的には成立するわけなの で、私は41歳専門のサービスですということで言ったとしても、日本全国には200万人もいるということになるわけです。もしそれでこう地理を絞るならね、インターネットみたいなこう、ね、無制限でなくてある程度の店舗を構えて自分 その証券でビジネスをするってなれば、まあ、41歳っていうのは絞りすぎなので、じゃあどこまで広げていくかということを考えていくわけです。ね、で収入っていうのは、ね、レベルはどうなのかということですよね。ちょっとこう収入レベルの非常に低い人たちを、ね、何とかしてあげたいのか、もしくは日本の平均年収、例えば今だったら平均年収400万ぐらいの人をにサービスを提供したいのか、もしくは自分はもね、あの年収2000万円以上の人を、ね、あの専門としたいのかっていうようなことをはっきりと決めていくということになります。でそれからどのような価値観の、人を対象にしたいのかということですね。例えば安心安定を重要視している人と、ね、自由とか挑戦っていうのを重要視している人相手だったら全然サービスが変わってきますよね。自分はもうとにかく、ね、こう人間関係っていうのをすごく重要視 し,
したいというふうに思っている人もいれば、いや自分はね一人でね自由に気ままにこう暮らしたいと、で自由というものが自分にとって一番大事なんだっていう人では全然違うわけですよ。でその、ね、違う価値観の人が一緒の場所にいると、ね、あのサービスの、ね、品質っていうのがブレますよね。こっちの人にもこっちの人にも、ね、当てはまる話をしようとするとなかなか、ね、一貫性が取れないわけなので、いいサービスができないわけですよ。だから、ね、あのやっぱりそれははっきりさせる、ね、もう自分のサービスっていうのはこういう考え方、こういう価値観の人に合う、そういう話をしようと、ね、もしくはそういうサービスをしようというのをこう考えていくわけですよね。で今重要視しているのは例えば IT への対応度ということでね、私たちはね、3番目の革命期にいるわけですよね。農業革命、工業革命、そして情報革命ということなわけです。だからどれぐらいの IT スキルの人を相手にしたいのかっていうのでも全然今だったら変わってくるということです。もう全くね、パソコンとか携帯電話、スマートフォンっていうのはもう全く触ったこともない、ね、もう今例えばその80代90代の方で、ね、いやもうパソコンなんて全然触ったことありませんとね、携帯電話なんて全然、ね、使ってませんと、ね、スマートフォンなんてねとんでもないですみたいな、そういう方に、ね、例えばパソコン教室をやるっていうのもビジネスにはなるわけですよね。とりあえずその電源の入れ方を教えてあげるとかね、その電源の切り方を教えてあげるとかね、もう何はともあれメールだけはできるようになりましょうとかね、そういうパソコン教室っていうのもビジネスとしては成立するわけですよね。それでもちゃんとね、あのお年寄りの方が今までできなかったパソコンの電源の入れ方、電源の切り方、そしてメールの送信の仕方ができるようになりました。全くゼロの人がそういったサービスを受けることによって自分でパソコンを立ち上げて電源を切って、でそしてパソコンを使ってメールで、ね、あの例えば自分の孫と、ね、メールのやり取りができるようになりましたとかっていうんだったら、明らかにサービスを受けた後に変化が起きてるわけだから、これは全然ビジネスにはなりうるわけです。もしくは全く逆っていうのもありますよね。全く逆でもうね、自分はデザイナーですと、もしくはプログラマーですと、ね、コピーライターですと言った時に、ね、だけど、ね、世界一の、ね、あのプログラムまあ、になりたいですとかね、あの日本一のデザイナーになりたいですということで、すごいこうね、あの IT のスキルにすごく強い人たち、専門家の人たちがさらに上に行くためのすごく高額な、例えばコンサルティングとかセミナーっていうのをビジネスの柱にするっていう考え方もあるわけです。もしくはその真ん中ぐらいですよね、まあ、いわゆる日本の平均的な、ね、いやパソコン使えます、ね、あのそのね、メールの送受信できますとかね、インターネットで検索できますとかね、スマートフォンで持ってますとかね、今だったら Facebook とか LINE とかで楽しんでますみたいな人に、ね、例えばそのビジネスに、じゃあその IT スキルっていうのをどういうふうに活用するかっていうのを教えるっていうのもあると思うわけですよね。いずれにしてもはっきりさせましょうということなんですよ。いずれにしても、ね、80歳90歳の方に電源の入れ方とかね、あの電源の切り方とかメールの送受信を送るのを教えたいのか、それとももうね、超日本最高峰、もしくは世界最高峰の IT スキルっていうのを教えたいのかっていうので、全然提供するサービスっていうのは変わってくるわけですよね。でそれは全部誰にっていうのになるわけです。自分は一体どういう人を幸せに導きたいのかということなんですよね。誰とお付き合いして誰と結婚したいのかっていうのをはっきりさせましょうっていうのが一番最初で、実はこれが一番大事なんですね。ほとんどの人はこれができないから、結局サービスっていうのが説明できないわけですよ。あなたは一体何をやってる人なんですか、どんなサービスをやってるんですか、ね、そのサービス受けたらどうなるんですかっていうのがさっぱりこう説明できないっていうのは、いやもう誰にでもみたいな、ね、全世界73億人の人を、ね、幸せに導きますみたいな、もうそういう、ね、もう宗教しか絶対にね手が出せないようなテーマっていうようになってくるんですよね。まあ、そうなるともう宗教に行ってしまうと、もう結局お金儲けっていうのは非常に遠くなってしまうので、もしビジネスをやりたいということであれば、あなたは誰と結婚したいんですか、誰にをと付き合いたいんですか、その人をどうやって幸せに導くんですかっていうのをはっきりこう、ね、究極的にはもう一人になっていく、自分の頭の中ではたった一人の名前と顔が思い浮かぶぐらい、私の理想のお客さんっていうのはこういう人ですっていうのをはっきりとさせていくというのがすごく大事になってくるということですね。でこれが第2ということになります。で何よっていうことなんですけど、サービスを受けてもらう価値は何ですかと、ね、で顧客はなぜこのサービスを受けた方がいいのかということですよね。このサービスっていうのが持ってる価値です。でこれは物と、ね、比較した場合にやっぱり、ね、伝わりづらいわけですよ。物だったら目に見えますよね。だから例えば、まあね、あのカメラだったらそれは200万画素のカメラなのか300万画素のカメラなのか400万画素のカメラなのかってはっきり、ね、言葉とか数字で説明できるわけですよ、
ね、物だったら説明できるわけですよね。例えばこのパソコンの、ね、処理速度 CPU はいくらですと、ね、それからこう保存するためのメモリーはいくらですというふうにはっきりと言葉と数字で定義できるわけですけど、サービスっていうのはそれができないんですよね。どうしてもちょっとこう曖昧になって目に見えないので、ね、実際顧客からするとこのサービスを受ける前っていうのは実際どんなものなのかっていうのはかなりこう曖昧になってくるわけです。でも曖昧なものっていうのは売れないので、じゃサービスを受けてもらったらね、どういうふうになれるのかっていうのを考えていくわけですよね。なぜね、顧客はこのサービスを受けた方がいいのか、ね、健康になれるのか、ね、仕事が、ね、充実するのか、ね、お金が稼げるのか、ね、人間関係が充実するのか、ね、っていうことを、ね、精神性が高まるのか、ね、すごく精神的な満足が得られるのか、心の平安が得られるのか、とにかく何でもいいんですけど、必ず、ね、なんでこのサービスを受けた方がいいのかっていうのをこうはっきりさせるということですよね。でポイントが3つあって、1つは分かりやすくということですね。専門用語を使ってはいけないということです。基本的にはね、分かんない素人ですからね、プロだったら、ね、このサービス受ける必要ないわけですよね、少なくても、ね、だから専門用語だともうお客さんというのはほとんどいなくなってしまうので、まず分かりやすいことということです、ね、特に無形で内容が変動しやすい、ね、物とサービスってもしね昔の古い、分け方で物サービスっていうふうに分けた場合は、ね、物に比べたらねサービスっていうのは明らかに、ね、伝わりにくいわけですよ、ね、このパソコンで大きさこれです見てくださいっていうわけにはいかないわけですよね。テレビって何インチです、はいこの大きさですっていうふうに見てもらうってことができないので、無形で内容が変動しやすいのでサービスっていうのは物に比べると圧倒的に顧客に伝わりづらいということなんですよね。だからどうすれば価値を魅力的に伝え正しい期待を抱いてもらうか、正しい期待ですよね。このサービスを受けたら今の自分がこんな風になれそうだと、ね、っていうのを、ね、こっちができること、こっちができることとできないことがあるわけですよね。ね、万人を全て幸せに導きますみたいなね、こうイエスとか釈迦の世界っていうのをやりたいっていうんだったら別ですけど、普通はできないわけですよ。やっぱりそのね、自分が持っているプロとしての専門知識専門スキルを生かして、いやそれはできますそれはできませんっていうのはあるわけだから、ね、この顧客に正しいね期待っていうのを持ってもらう、その正しい期待っていうのはこっちができることを相手にも同じように抱いてもらうっていうことがすごく大事なんですよね。受けたいとか欲しいって思わないと買ってもらえないわけだから、ね、こっちがこういうふうにしてあげられますっていうものと相手がねそういうふうになれそうだっていうものを一緒にこう合わせないといけないわけですよね。だからどうすれば価値を魅力的に伝え正しい期待を抱いてもらうかを分かりやすくです、ね、このサービスを受けたら痩せられますとかね、例えば半年で5キロダイエットに成功できますとかね、もしくはそのね半年間でね今まで全くビジネス経験がない人が月10万円稼げるようになってますみたいな、はっきりとその価値っていうのを、ね、正しく期待してもらうと、正しい期待を抱いてもらって、そしてそのサービスを受けてもらう、商品を購入してもらうということになるわけですね。はい、次、特別な能力のアピールということです。ね、今はもうとにかくね、自分だけがサービスができるってわけじゃなくて、いろんな人がサービスできるわけですよね。じゃあなぜあなたのサービスじゃないといけないんですかっていうのをきっちりと伝えられるようにならないといけないということです、ね、まず無料サービスに比べて自社のサービスを受けるとどういう違いがあるのか、ね、お客さんは安ければ安い方がいいし、ただならただの方がいいわけですよ。それは人の本能ですよね。どうせ受けるならば、まあ、サービスっていうのはね無料とかサービスっていうのはおまけっていうイメージがあって、でただでいいんだったらただが一番いいわけですよ。で安ければ安い方が嬉しいわけです。だけどじゃあただでいいんだったら、ね、受けないですよね基本的には。じゃあ無料サービスに比べてこのサービスを受けると何が違うのか、ね、いや無料だったらここまではできるけど有料だったら ここまでいけるとかっていうのをはっきりと説明できるかどうかっていうことですよね。それから顧客自身でやるのに比べて自社はということですよね。自分でできるんだったら自分でやると、お金は出さないと自分でやるとっていうのに比べて、ね、うちのサービスを受ければ何がいいのかと、ね、あなたが自分でやると、ね、例えばね100時間かかっちゃいますと、でもこのサービスを受けると、ね、5時間でいけますとかっていうんだったらね、顧客はじゃあやっぱお金で時間を買おうかなっていう感じになるわけですよね。あなたが、ね、自分でやろうと思ったら、ね、100時間ぐらいかかっちゃいますよと、ね、専門知識を持ってる人たちはそうですよね。例えば弁護士とか、司法書士とか行政書士とか、
ね、中小企業診断士とか、まああのね、税理士とか、そういうね侍業と呼ばれてるあの人たちってこう専門知識で勝負してますよね。じゃあ自分がその問題を解決しようとする、例えば行政書士が会社設立っていうのを専門にしてたとした時に、で会社設立って頑張れば自分でもやろうと思ったらできるわけですよ。やろうと思ったらできるわけですけど、ね、会社設立に対してものすごい膨大な、ね、あの勉強とそして手間書類を揃えるっていう、ね、手間がいるわけですよね。だから自分が例えば自力で、ね、お金を全くかけないで行政書士とか司法書士に頼まないで会社を設立するってことは例えば物理的には可能だったりするわけですけど、ね、彼らが、ね、専門家として持っている知識っていうのは自分が勉強しないといけないわけですよね。だから自分でもできますよ。でもあなたがこの知識を得るためには例えば100時間かかっちゃいますよねとか、ものすごい、ね、あの膨大な書類整理とかっていうのが必要になりますよね。でもうちに任せてもらったら ね、 もうあのね 何日後にはあなたの会社っていうのはね、できてますよと。ってなるとすごくね、あの時間と手間っていうのをものすごいこう省いてあげるってことができるわけですよね。だからそれを、まあ、ちゃんとアピールする必要があるということです。あなたが自分でやろうと思ったらできるかもしれない、だけどうちのサービスを受けたらこれだけ、ね、時間が短縮できますよと、効率化できますよ、無駄が省けますよっていうのはやっぱりちゃんと言えるっていう、ちゃんと説明できるっていう必要があるということです。それから競合他社に比べて自社のサービスはということで、やっぱりね似たようなサービスっていうのは日本全国全世界にもう所狭しとあるわけですよ。ビジネスっていうのはもうどこまで行っても競争なんですよね。自分は競争じゃないと言っても、ね、お客さんから見たら競争なんですよ、ね、あの1円でも安いところがいいし少しでもいいサービスを受けたいわけですよね。だから、ね、もう全く、ね、全世界の中で、ね、全く、ね、自分しかやってないサービスっていうんだったら別ですけど、そんなサービスは基本的にはないですから、自分はさ競争したくない競争したくないって言ってもお客さんの目から見たら競争なんですよね。要するに比べられてるわけですよ。ってなった時にじゃあ似たようなサービスがたくさんある中であなたのサービスって何が特別なんですかということなんですよね。でそれはこうバシンとこう一言で言えないと相手にはやっぱり伝わらないということなんですね。それが伝わらないと最後は価格勝負ということになるわけですよね。どうせ同じサービスだったら安いところがいいですよねっていうふうになるわけです。はい、そして最後何をやらないかを発揮させる、これがねあのなかなかできないと、まあ、さっきのこの誰にっていうのとすごくこう似てるんですけど、ね、結局私は誰とでも付き合いたいです、誰とでも結婚したいです、ね、みんなを幸せに導きたいんですみたいな感じになるんですけど、それだとこうビジネスっていうのは非常に難しいんですよね。ボランティアとかね、あのボランティア宗教からっていうんだったらできるかもしれませんけど、ビジネスってなるとやっぱりねどうしてもあのはっきりとさせる必要があるんです。だからそうなった時に何をやらないかっていうのをはっきりさせるということですね。何をやるかっていうのはね簡単に思いつくんですよ、ね、例えば飲食屋さんでね私たちはうどん専門店です、ね、でお客さんからねそばって扱ってないんですかって言ったらそばもやった方がいいのかなみたいな、そうした時にねうどんそば専門店ですって言った時にね、あのなんかねご飯って置いてないんですかみたいな、親子丼食べたいんですけどみたいな感じでどん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 増えていくわけですよね。だから何をやるかっていうのはねどん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 増えていくわけですよね。だから大事なのは何をやらないかなんですよね。最初はそば専門店だったのにそばうどん屋さんになり、そばうどん丼物屋さんになりね、そのうちそばうどんね例えばハンバーグみたいな、そういった感じになっていてね、結局ね普通の何でも屋さんみたいな、何でも飲食屋さんみたいな感じで、結局冷蔵庫の中にね本当にたくさんのねあの食材とか在庫とか抱えてしまうというような感じになるわけですよね。だからもう何をやらないのか、例えばもう自分はそば専門店で行くって言ったらそばみたいなね、うどんが食べたいんだったら別のお店に行ってくださいみたいなのが貫けるとやっぱりね成功しやすいということですよね。その時にね自分はそばが好きなんじゃなくてうどんが好きだっていうお客さんはもう残念ながら付き合いたいお客さんから外しちゃうわけですよね。自分が理想のお客さんじゃないと、ね、この人に中途半端な、ね、あのうどんを食べさせてしまうとこの人は不幸ですよね。そしたらこの人はうどんが好きなんだからうどんが美味しいお店に行ってもらった方がこの人にとっては幸せなわけですよ。で自分はそばっていうのがすごい自信があるわけだから、そばが好きな人がそばを食べてくれたらそばを食べた後ものすごい幸せっていうんだったらもうそれをね貫くってことが必要なんですよね。まあ、似たようなねそばとうどんって両方扱ったとしても、ね、どこまでやってどこまでどこ何をやらないかっていうのをはっきりさせる、ね、だからお客さんをねもう選ぶっていうことが非常に大事なんです、ね、
そう、目先でね、うどんないんですかとかね、丼物置いてないんですかとかね、ハンバーグ食べたいんですけどって言われた時にね、あ、目の前のその一人のお客さんも逃したくないってなると、結局ね、もうこうサービスコンセプトっていうのはもう完全に崩れてしまうわけですよね。結局お客さんから見た時、あの人は一体何屋さんなのっていうのが分かんなくて、結局誰もね、食べに来てくれない、ね、でどうせだったらね、うどんだったらうどん専門店が一番美味しいんだろうし、そばだったらそば専門店が美味しいんだろうし、丼物だったら丼物専門店が一番美味しいんだろうから、結局全部やりますみたいな、ね、あの店は一体 何屋さんなのって言った時、定食屋さんみたいな、そういうところっていうのはね、もうよっぽど老舗でブランドが立ってないと難しいわけですよね。だからもう自分はね、何をやらないとね、いやもう例えばもうね、そばしかやらないとね、あとはうどんとか丼物はやらないとか、そばうどんはやるけど、もう絶対ご飯物とかおかず物はやらないみたいな、そういったことをはっきりさせるということなんですよね。顧客の勘違いを防ぎ、コンセプトを明確化するということです。顧客の常識はサービスイコール無料、もしくはサービスイコールおまけなんですよ、ね、だから物をね、あのこういうなんかこう、例えばホワイトボードを買いに行って、これをタダで買えるって思う人はいないんですよ。ちゃんとした目に見えるものだから、これをタダで買えるとか ね、 そのね、お店が表示してる金額よりもさらに値引きとかっていうのはね、そんなに考えないんですよね。例えばこのホワイトボードがいくらって書いてあったら、その値段で買うか買わないかなんですよ。ところが顧客の常識っていうのは、世間一般の常識っていうのは、結局サービスイコール無料、もしくはサービスイコールね、あのおまけっていうイメージがあるので、ね、あのはっきりこっちの、ね、提供する側がはっきりしてないと、ね、何でもやってもらえて、もっともっともっとっていう風に、ね、こう望まれてしまうわけですよね。それを勘違いを防ぐということです。勘違い されるのは、ね、顧客が悪いんじゃなくて、これをはっきりさせてない、ね、提供者が悪いんですよ。私は誰に何を提供して、どういう状態になっていくかっていうのをはっきりさせてれば、顧客 は勘違いしないわけですよね。例えばこの人が、ね、あの私は、ね、あの例えば男性向けで、ね、あの年齢40歳ぐらいの人で、収入はこれぐらいの人にこういう価値を提供して、でこういう風になってもらおうと思ってます、そのためのサービスですっていうのははっきり言うんだったら、顧客は勘違いしないわけですよ。ですけどそれを、ね、はっきり伝えてないから、顧客が、ね、どこまででもやってもらえるっていう風に、ね、こうね、どん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 こう、ね、あの要求していくわけですよね。その対応に追われてしまうと、結局ビジネスっていうのはできないわけです、ね、だからビジネスっていうのはお金を払ってくれるお客さんを喜ばせるのが仕事なので、だから顧客の勘違いを防ぎ、ね、それはもうできませんと、やってませんと、やってないんですというふうにね、言えばいいわけですよ。そしたらね、顧客もね、あ、例えばうどん食べたいんです、いやうちはね、そば専門店なんでうどんやってませんって言えば、もう顧客はね、じゃあうどんが美味しいところに行くわけですよ。もうそれでいいわけですよね。だから顧客の勘違いを防ぎ、コンセプトを明確化すると、もううちはそば専門店で、その代わりうちのそばを食べたら絶対幸せになりますみたいなね、他のお店に比べてこんなに美味しいんですとか、こんなに料金が良心的なんですとかね、まあ、そういう、ね、ことをはっきりさせると、結局ビジネスとして成功していけるということになります。はい、具体例ということで今回は2つだけ挙げておきたいと思います。何をやらないかっていう、これですね、以前講義でどっかで言ったと思うんですけど、ブルーオーシャン戦略というふうに言われていて、新しい、ね、価値を創造すると、ね、自分たちはこれをやってないということをはっきり伝えることによって、新しい価値というのを作り出すという、そういう、こうブルーオーシャンという新しい戦略ということで、まあ、今回は2つですね。それぐらい、こう何をやらないか、で誰とお付き合いしないか、何をしないかっていうのがすごく大事になってくるということになります。なので1つはこう1000円カットというものですね。誰にっていうのは、忙しくて散髪に行く時間がないビジネスマンですよね。だからもう女性っていうのは対象にしてないわけですよ、基本的にはね。その提供する側はですよ、受けに行く人は、ね、女性がね、お店の中に入るっていう場合もあるでしょうけど、提供する側としてはもう明らかに男性対象なんですよね。でそして、ね、あの女性でね、もうとにかく自分の大事な髪をね、2時間3時間かけて自分の思い描く理想の状態にしてほしいとかっていう人は相手にしてないわけですよ。そうじゃない、ね、もうね、忙しくて散髪に行く時間のないビジネスマンっていうのを相手にしてるわけです、ね、その人たちもやっぱりね、2ヶ月に1回とか月に1回とかやっぱ髪切った方がいいわけですよね。だから そういう人を相手にしてるわけです。で、もう顔剃りしません、ね、何をやらないかです。顔剃りしません、ね、シャンプーもしません、ね、髪を乾かすってこともほとんどしません、ね、本当にシャンプーしないわけだから当然ね、濡れてないわけですよね。
だからその乾かすっていうブローっていうのも発生しないわけです。それはもうやりません、うちはやらないんですよ、ね、もしくはもうオプションにしてる場合もありますよね。1000円でやるのはもう3発だけです、ね、もしシャンプーしてほしいとかね、顔剃りしてほしいってなったらプラス何百円っていうふうにねオプションにしてる場合もあるわけですけど、全員が必ず受けるものはもう3発だけですと、ね、で顔剃りシャンプーブローっていうのは基本的にはもう外してますということですよね。で10分1000円のカットっていうのを提供しているわけです。だからお客さんは、ね、10分で1000円払えば自分の髪を短くしてもらえてるわけですよね、まあ、そういうふうにこうはっきりしているということです、それからこう女性だけのフィットネスということですよね、まあ、こういったのも日本全国でこうフランチャイズ展開で大きくなっている例ということになります。一つはその40から60歳の主婦層ということですよね。もうかなりこう時間に余裕がある人たちですよね。子供たちっていうのがだいぶね大きくなってる、その子供が赤ちゃんとか、ね、そういう、こう忙しい、ね、女性ではなくて、もう子供がね だいぶこう自立していってるお母さんたちですよね。結構こう時間とかお金に余裕を持ってる主婦層っていうのは相手ということになります。だからもう男性は 100% 切ってるんですよね。男性は全く入室することさえできないと、ね、いうことなわけです。男性は全部切ってると。しかも年齢をさらに、女性は女性なんだけど、ね、その20代30代で赤ちゃんがいるとか子育てが忙しいとかで、ね、子供が幼稚園小学生とかっていうお母さんたちが相手じゃないんですね。40から60歳ぐらいの、ね、比較的時間とかお金に余裕のある主婦層っていうのを相手にしているということになります。で大きな器具です ね、 こうね、大規模なスポーツジムじゃないんですよね。どっちかって言ったら、ね、あの 20坪ぐらいのなんかコンビニぐらいのスペースしか確保してないわけです。だからそう、ね、スポーツジムに置いてあるような、ね、本格的な器具だから、そもそも、ね、女性でしかも40から60歳ぐらいの女性が対象なので、あんまりこう本気の、ね、こうバーベル系のああいう、ね、本気の器具とかって置く必要がないんですよね。だから大きな器具、それから広いスタジオ、それから男性スタッフっていうのは準備してないということですね。男性がいると、ね、あの気軽じゃないんですよね。やっぱり自分たちは気があのお化粧しないといけないし、すごく綺麗な服を着てないといけないわけですけど、もうそこにいる人たちっていうのは全部40から60歳ぐらいの女性だけ、スタッフも女性だけってなると、ね、別にお化粧しなくても、ね、綺麗な服を着ていかなくても、さっとこう近所の、ね、ところに行って自分は少し、ね、あの30分1時間運動 してこようという、まあ、そういう空間っていうのを作ってるわけです。でやらないことが多いわけですね。で大きな器具は準備してませんと、ね、広いスタジオも準備してませんと、ね、男性スタッフもいません、で男性のお客さんもいませんみたいな、そういう、ね、何をやらないかっていうのもはっきりしてるわけです、ね、誰はお付き合いしないかっていうのもはっきりしてるということです。で手軽に運動できる機会っていうのを提供しているということですね。この年齢の方が毎日毎日30分1時間ね、気軽にパッて行ってパッと、ね、あの汗を流して運動して気持ちよく帰ってもらうというのにしているわけです。だからこのサービスコンセプトっていうのがはっきりしている、ね、誰にって言った時に付き合わない人がはっきりしている、もしくは何をって言った時にやらないことがはっきりしている、その付き合わない人とかやらない人がはっきりすればするだけ明確なコンセプトになるので、その熱い支持っていうのをね、あこれは私のためのサービスなんだということで熱い支持を受けやすいと、結果的に、まあ、ビジネスとして成功しやすいということですね。だから物に比べるとサービスっていうのはどうしても目に見えなくて曖昧なものなので、はっきりと定義しないと相手に伝わらないということなんですよね。物であれば、ね、いやもうこれはね、この大きさですということではっきり分かるわけです。何のためですかって言ったらこう、ね、文字を書いて、あの文字を書ける、ねボードですというのがはっきり分かるわけですけど、サービスの場合はそれが分かりにくいので、だから自分でどん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 明確化して、私のサービスっていうのはこういうサービスですと、このサービスを受けるとこういうふうになれますと、で競合他社に比べてこういった特徴がありますと、これが強みですというのがこうはっきりと言えるようになっていく、それをこう分かりやすく伝えられるようになっていくというのがこのサービスコンセプトの明確化というお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材の方をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。